バス停までやってきました。今日はこの2番のバスで9時48分のこの C のシルバニアキャンプ、ここへ行きます。行くんだ。バス到着しました。モルゲン、サンモリッツの市街地に入ってきました。次ですね、はい、はい、ロレックス、うん、そうしよう、うん、そうしよう。そうだね。うん、かな。Danke. はい、やってみました。はい、学校です。この上長焼きよ。はい、この上がロープウェイ乗り場だそうです。ここはサンモリッツの中心ということですよね。あれとか危ないです、はい、学校は2つ、とりあえずあそこにロレックスがありましたね。買いますか。買いましょうか。せっかくスイスまで来たんだから。お、あそこですか。パネラーやるし、うん、IWC、うん、はい、29,000フラン、恐ろしいです。あ、アーミーナイフ売ってるし。時計がなんかすごくてですね。で、そこはバリですね。で、そこに教会があって、なんかコンサートもあるようですよ。
レースがありました。なんか料理をモチーフにしたディスプレイですね、これ。あ、違うか、絵の具か、絵筆か。そうだね、プラダまで歩いてきました。はい、では戻ってロープウェイ駅にそろそろ行きましょうか。雨降ってますけどね。エーデルワイスをおばあ発見しました。しかし、野生ではありませんでした。でも見れたね。はい、ザイルーバー。なかなかかっちょいい駅ですね。はい。乗るの？え、乗らんの？ここから入るのかな？そうでした。うん。行こうや。うん。ハロー。あ、こんなになってるのね。ケーブルカー。はい。後ろに行こう。はい。あのトンネルを抜けていくようですね。座るとこないのこれ。座るとこないね。上行こうか、じゃあ。上もないね。うん。うん。そうやね。床に座ってますね。はい。じゃあ下で。はい、こんな感じです。乗り換えのね。うん、乗り換えがあるそうです。10時40分になって出発のようです。はい、ここに運転席がありますね。最後尾に乗っております。から乗り換えです。またケーブルカーです。あ、またケーブルカー、下ですね。まあ、あの人たちが上に行くだろうから。あ、見えないわ。いいよ。はい。10時50分出発のようです。山頂で 3000m 以上あるそうです。ありそうにないけど、はい、わからないですけども、ここは 2800m ぐらいのようですね。到着です。あれだね、アウディのお店を。2800だから、うん、やっぱり3000は、うん、行きますか。見えてるみたいだしね。そうや、珍しいよね。
はい、11時5分というちょっと半端な時間なんで、もしかしたら人がたくさん乗ったので出発ということになったのかもしれないです。あ、雲が上がってきて全く見えなくなってしまいました。到着しました。はい、イッツネイル3057メートル、あの銅像ね、あれで撮影しましょう。